兄弟たちよ。クリストは私たちに近づくといつもお神の群れの中に使わされた羊のように来ます。彼が私たちの心を知っています。私たちの心はお神の心です。神と切った時には、罪を犯した時には、 私たちは命の泉との関係を切ります。私たちには命が失ってしまいます。もう出てしまいます。そして私たちが命がないから、幸せがないから、平和がないから、私たちの人生は不完全なものとなってしまうから、狼になります。ものすごく 幸福を感じているお神です。当たり前。もう、<laughs> お腹が空っぽになってしまいますから。私たちの心が空っぽになったから、神がいないから、私たちは神に祈らないとき、神に近づかないとき、神と切るとき、神に対して文句を言うときには私たちが空っぽとなってしまいます。だから幸福を感じます。で、 皆さんが知っていると思う。狼は、えー、空腹を感じた時に、ものすごくひどい、激しい動物となってしまう。そして、食べ物を探しに行きます。もう、本当に激しい態度を通すて、その、えー、他の動物とか人間さえも食べてしまう。そのまま食べてしまう。私たちが同じこと。 をってしまうんじゃないですか神と来た時にはクリストとの関係を冷たくなった時に私たちがすぐ相手を裁く。すぐ主人、奥さん、子供、両親、恋人、兄弟、友達、誰でも食べ物として見てしまう。自分を満たそうとするものとして全ての人々を見てしまう。見えてしまう。そして彼らを取ろうとする。 彼らを食べようとする。幸福を感じているから。で、クリストはそれを知ってますから、彼が私たちを救うために、私たちの食べ物になった。これはもちろん感謝の祭儀の中に、私たちはそれを、あの、非赤的に経験します。彼を食べます。で、これはものすごく深いことです、兄弟たちよ。私たちはイエス・キリストをいただいたときには、イエス・キリストとなる。 イエスクリストが私たちの空腹を満たす。私たちの不満を満たす。私たちを、私たちの心。私たちの霊、私たちの全てを満たす。私たちの人生に。だからクリストが私たちに近づいた時には、私たちが罪人であるということを知っています。すでに知っています。前もって、それを分かって、私たちの状態を分かって、 私たちに近づく。迷った羊であるあなたと私。そして迷っていたから、狼となった羊に近づく時に羊として近づく。自分のすべて、自分の命、自分の体、自分のすべてを自ら私たちに与えてくださいます。彼が、 福音に言ったんですよ私の命をあなた方が取られるのではなく私は自らすでにあなた方に渡す。なぜかというと私たちの命には限りがない永遠の命であるから満ち溢れている命であるから私は自ら あなた方にその命を与えます。そういう、えー、態度を通して、そういう愛の行いを通して、そういう捧げ物を通して、私たちを救う。自分を私たちの食べ物を通して、与えた時には私たちを癒す。私たちを、えー、解放する。 どうして彼が食べ物として私たちの中に入った時には私たちが彼を食べた時には噛んだ時には十字架に貼り付けた時には彼が私たちに自分の血自分の体を与えた自分の命自分の許しを与えた,兄弟たちをだから私たちがわからないうちにクリストを食べた時にはクリストをいただいた時にはクリストを噛んだ時には Kare no, ei e noi nochiga watashitachi no fukai no tokoro ma de hairimasu de ei e nochi de aru kagiri no ai nochi de aru mugen no ai de aru kara watashitachi no kokoro no naka eh, atta akumanī oerareta sono Akui sono shino tanega Kiero. koasu soste 私たちの中に彼の命が爆発する。私たちを清め。私たちを許し。私たちを哀れむ。私たちを救う。これは、クリストの生き方でした。だから彼がいつも避難された。お神にいつも、えー、寝られた。いつも、 狼が彼ら、彼について行って、彼を狙って彼を殺そうとしていた。で、結局、彼が裁判に行って、その裁きを受けて、その不正を受けて、十字架に登って命を与えた。十字架の上で死んだ。で、葬られて復活したんです。 Diciamo che non fu qui in niva, Gesù Cristo, no? ikikata. Tsumari, Sumari, Gesù Cristo no shimei. Sumari, watastaci o Care no? Ai no okonai, ai no waza, ai no ginsei ga notteimasu, arawareimasu. Cristo ni sukubareta mono. O kamide aru, anata to Cristo ni sukubareta. Cristo o tabete, Cristo o クリストに出会って、クリストが私たちの中に入って、私たちを救って、私たちを救っただけではなく、私たちを改めて、おんちちが救った者に変えられる。私たちがクリストに見せて救られたんですよ。で、クリストはコヒツジ、おふられたコヒツジ、みんなのために捧げられたコヒツジ、あの、すびこの、 救いの羊。で、私たちがクリストに救われた時には、教会の中で、非責によって、御言葉によって、てんれによって、信仰の道によって、私たちはだん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 あの、その、クリストと同じような子羊に変えられます。クリストが私たちにおられます。クリストが私たちを取って、私たちを救って、自分のものにして、 私たちがクリストと共に生きることになる。小羊のように生きることになる。だから今日の福音はそういう風にわかる。理解することはできます。で、クリストが私たちを救ったなら、クリストが私たちを解放したなら、クリストが教会を通して、私たちを小羊に変えられたなら、私たちは毎日毎日の えー、人生に、その具体的な日常の生活の中に、お神の群れに送られた、使わされた小羊のように入ります。奥さんに対して小羊。お神となっている奥さん、主人、子供、仲間などのために、あなたと私は小羊のように、えー、近づきます。彼らに 自分のすべてを与えるもの。自分の命。クリストが私た,たちの中におられるから、私た,たちが彼らに、自、えー、ら自分のすべてを与えたときには、食べ物を通して奥さんに自分のゆるし、自分の命を与えたときには、クリストのゆるし、クリストの命を与える。そして私た,たちに怒られた、同じそこいの技。えー クリストの技。私たちと同じように、その兄弟の中に怒られる。クリストが同じ愛の技を行う。私たちを通して。あの奥さん、主人、友達など、私たちを裁判まで連れたときには、私たちを裁いたときには、私たちは、お羊のように沈黙。そして、精霊が私たちに宿るから、 彼がクリストと同じように、その必要な言葉しか言えない。そう。私がクリストに救われた、クリストがメシアであると。それだけ、クリストがあなたは愛するよ。その人であっても、クリストがあなたを愛する。私はこの愛の証人です。真理にえ証拠を見せるために、その真理の殉教者になるために、 救われたのです。改めて生まれたのです。キリストと同じような言葉。全ての殉教者はこうでした。で、それによって、私たちがこの世を救う。私たちではない。キリストが私たちのうちにこの世を救う。私たちの生き方はそ,それです。毎日私たちは起きた時に、狼の群れに使わされた子羊のように、使わされます。 その新しい日に使われます。選挙に使われます。だから私たちの人生の意味、そして人生の感性、そして人生の目的はこれです。狼に噛まれること。狼に食べられること。そして自ら狼に自分の全てを与えること。それによって私たちが救われます。えー、忍耐を持って、 救われるだろうと、クリストが言います。この忍耐は、ギリシャ語で読めば面白い。言語は、ど、どういう意味ですかそのまま訳したら、外にいること。外に留まることという意味です。だから忍耐は、これです。耐えることはこれです。耐え忍ぶことはこれです。クリストの下に、クリストの愛の下に、 残ること。いること。その状態の中にいること。苦しみの状態にいること。迫害の状態、問題の状態に留まること。クリストと共に留まること。十字架の下に。聖母マリアが耐え忍ぶ、方の、え、模、え、範、ー、です。模範だけではなく、聖母マリアは教会です。だから、マリアは今日も毎日、 彼女のマントの外に、その中に私たちを守る。私たちをこの慈しみのマントで私たちを覆う。で、私たちは聖母マリアのうちに、教会のうちに、教会のうちに、クリストの外に、クリストの十字架の外に、あるいはクリストと共に十字架に,字架に入り付けられて、そちらに留まること。 これによって私たちは救われる。で、私たちは救われたら、私たちのそばにいる人も救われます。私たちのそばにいる狼も、えー、救われます。私たちはこの救いを毎日、教会の中で経験するので、この経験した、受けた、もらった救いをみんなにもたらすように、今日も明日も毎日使わされています。よい日を。